versus Slayer. Get ready to run. 気絶が見える。うん。戻ってけ。うまっ。難しいっしょ。うまい。よかったわ。うん、最初地上にいなきゃダメかな、やっぱ。うまっ。さすがにそれは。うわ、やってない、ごめんなさい、押すボタン間違えました。やってない、やってない、太るうますぎる。うわー、早いな。こんな感じでね、飛びまくられるとね、結構捕まえらんないんだよね。強いな。おお、いっぱい来てくれてる。ありがとうございます。お願いします。強かったな。よしよし。いや、言うてもね、俺も20段だからね、うん、別に特にきついってことはない。今のとこはまあ相当きついけど、別にスレイヤーが特にきついってことはないな。なんかね、ボタンの押し合いで負けてるから、イグザード力が足りないのかなって感じがする、プレイヤーに。押せ、捕まえた。え、たくそ。こっち、あー、やってないでいい。ほっ、いいけど使ったれ。ああやばいやばい。ふう、ラッキー。すいません、なんかね、
まだこんな感じっす。イグザード力が足りてなくて、よくこうなります、ぐちゃぐちゃに、うん、まあほらやっぱ経験がものを言うじゃん。なんかこれ系のキャラって美しく勝とうと思ったらちょっとまだ数が足んないよね。言うてもなんか3日でランクマを500戦ぐらいやっちゃったんだけど、やる気がありすぎて。でもこのキャラの強みはここだなってのは気づけなかったな。レイブン戦マジで前 B かな、使おう。前 B 出したの負けたな。どうしようもない。おい、バックステップが出た。やってない。レイブン戦マジこれしかやることがなくてさ、たどり着いた結論が、うん、うわー出なかった。何やりやばいな、ちょっとコマンド入力が、よいしょ。IP かやることがない。話し相手重なってたか。ブリッツ対策の方をやればよかったな。さすがにやるよなブリッツ、うん、一応ねブリッツ対策の置き攻めはねあるんですよ。判断できなかったな。よし、Heaven or
しゃがみゲー届かなかった。おいおい、やってね、暴れてね。やる。いやー見えない。ラッキー。うん。あー突進なー、ちゃんと読まなきゃダメだなー。読んでリスクを負わせないとな。で、勝ったな。うん。わかる。まあ言うてもプレイステーションなんでね。りょうさんの生存確認が取れないの？そうなのかな？ただゲームから離れてるだけなんじゃないのかな？知らないけど。健康に、は、なんか、健康に異常があったとか、犯罪に巻き込まれた系ではなさそうっていう話はちょっと聞いてるからね。最速で食うなこれ。てい。なんかラグいな。やばいな。危ない危ない。おお。ラグガクガクっすね今日プレイステーションネットワーク。
ない。ナイスキャッチ。ジャンプ B が短すぎてね、当たんねえってよ。ジャンプ B がジャンプベースでジャンプ防止しても、うん、そうだね。ちょっとガクガクだったね、うん。じゃあこの試合ちょっと途中で終わっちゃうと思う。あ、次はグッ、お取りますか。次はグを取ってくるのでちょっと待ってください。でもプレイステーション4配信の途中での切り方がわからないのでどうするんだろう。ブロードキャスト設定、わかった、あった。じゃあちょっと行ってきます。次は取ってきます。お願いします。よろしくお願いします。よし。これ運営コメントちゃんと表示できてんのかな？札幌にいますよって。うっす。出てない。ちょっと今から出しに行くわ。ここも IP 出せない、も IP が、ラッキー。ほ、ナイスキャッチ。おいしょい。かっこよくないこのコンボ。ガーキャンで安定なんだけど、うん。ブリッジ出ないよ。あのプレイステーションネットワークなんで、アーケードと同じようなリバサ制度はね難しいと思う。先行入力の猶予がもっとあればね違うんだろうけど、ギルティはそうなんだよ。わかるよ、わかるわかる、気持ちがすごくよくわかる。俺もレイブン戦でね、あの球を重ねられた後ね、ブリッツ出そうとして出ねえわって諦めたもん。あ
うわあ。ミスですよ。ミスらない。せい。よし。入れっぱ入れっぱ。うわーでないけど、わーごめんなさい、ギルティっぽい。これブリッツ対策。オンラインはギクシャクしちゃう。世界が見えにくかったらみんなメガネを変えるものです。ちなみにあのブリッツ見てからゲージが 50% 自分にあるんだったらちゃんとあのためブリッツするか、違うな、ためブリッツは間に合わねえんだ、なんだっけ、過保護、覚醒の過保護をちゃんとやんないといかんすね。過保護出すとビオラせられるから。ジャックだあ、うんこ目出すの忘れてた。ちょっとさ、誰か札幌にいるってことちょっと書いといてくんないかな、コメントにでも。ですよね。もうこうやると、なるほど。イグザード、うお長い、せい、あー違う違う違う、迷った、半角でしょ。よっしゃー、ドドーン、有利なのそっち、まさか、うん、わかんない、ナイスいいかわかんない、アイギス貼られた面倒なんだよな、うわー、俺は使う、ギルティ力、あざ、あざます。そう、運営コメント、暴れるね俺も暴れよう、ラッキー、おーちょい、ワンボタンだったリバサが、半角、よいしょ、あーそんなあったわ、くっ、はあ、俺の魚キアンがこうなると絶望的だよ。ですよね、うん、
てね、ジャンプ帽子のさ、タッチ系を当てたじゃん。そっからコンボがないんだよね。タッチ系タチハイが、まあ、空中ヒットして、よくて S 魚が当たって終わりみたいなね。あの、ジャンプ帽子をね、結構困るんだよね。どうしようかな。ジャンプ系でジャンプ帽子行っても、空中くらいで、終わっちゃうんだよな。空中投げ狙いってもあんまりいいことないしな。そこは悩みどころだよね。アイギス、どうしようね。ディジーの個性がなかなか活かせなくてね、ちょっと困るんだよね。惜しい。ほいほい。よいしょ。足はちょっと強い。見えすかな。やると思った。あ、バレちゃダメでござる。でも安いでござる。空中ぐらい。やばい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 。出ないんだよねこれブリッツね。あ、やばいやばい。ダメでござる。ドドン。ほら。もうレイブン戦こうなって俺は。ジャンプ B 連打で。俺もリターンねえけどお前もリターンねえだろみたいな。うん。なんかひどい内容だけど。多分ディジー側の方がリターン少ないからレイブン側にかなり対応される内容なんだろうけど、別に下にいてもいいことないし、うん、こんな感じになってしまった。あ、違う、うんこめ出そう、うん、札幌に似るって。はあ、しゃがみ系で勝てない。やったやった。マイピーか。暴れている。え、何を出してるんですか。
この枠までやります。お、これはまさか？それ？ミリーだと思うじゃん。ほう。へったくそ。あばれ、あばれに負けた。ですよね。見えない。やったー、減ったー。超減った。ボタンの押し合いだな。殴り合い面ちゃんとやんないとダメだな。ジャック戦。相手が何やりたいかをちゃんと読まなきゃ。立ち回りをね、ちゃんとね、やろうと思ったんだけどね、未だに自分の動きがちゃんとできてなくて、そっちにばっかり目がいっちゃうね、まだ。おとなしい。やってねー、ピッカーン、ドドーン。駒送りになる時ある。ですよね、さすがにやりすぎたか。手に届かない。あー、読んだのにな。なぜハイスラーか分からん。
ああ、波動拳出したかったな。今日死ぬとすれば誰もが一つ立ちハイスラッシュ波動拳ロマンで殺せたんだけどな、失敗してしもった、コマンドからとっさにまだ慣れないな。これはあかんのです。出たー。それはダメでござる。防御がうまく噛み合ったな。喧嘩はやっぱり好きになりません。でもそう、わかるんだよ。ディジーの足払いガードしたらね、やりたいんだよ。なんか往年の対策でさ、足払いガードしたら別にろくな行動がなくて、ディジー側にマッパハンチはね、かなり大正解な行動だったんだけどね。今はちょっと八木魚さんがだいぶ優秀なので、相手側にしかターンが来ないけど大丈夫これ。から何言ったんだけどな。これしかやることないよね。前ジャンプ P しかね、お互いに地上にいたくないから。はいはい、はい、タイグしようとしちゃった。危ない危ない。どっちかわからない。暴れてしまう。してこっち違う。ほう、ほう、よくバックステップできたあそこ。ガードできない。よいしょ、ナイス投げからの先飛びになってなさそうだな今のタイミング。
危ねえ。世界が見えにくかったらみんな、まあリバサはプレイステーションなんで出ないんでね、うん、詐欺飛びと見せかけて詐欺飛びじゃないみたいな。あれね、あのままねニュートラル受け身でね下に下がってこられるとね、かい、ん？結構簡単に相手にね地上を取られちゃって、それあんまよろしくないので少しぐらい嫌がらせしないとっていう感じでやってます。前ジャンプしすぎじゃし、おや、おいしょい、あー見たかった、うわー読んだのに、やってる、よいしょ。噛み合ったー。違う、なんかおっしゃった。あそこもバックステップ入力でいいんだな。じゃあ次の試合がラストですかね。よし、じゃあもう一戦なのかな。お願いします、次この試合が最後で。発色好きってわけじゃないんですけど、色を別に何でもよくて、で知り合いにこの色使ってって言われたから、うん、いいよじゃあ使うかっていう感じです。青色の時もね、サイコさんっていう素晴らしい DG 使いがいて、その人に色変えてよって言われたから、いいよっつって変えたからですよね。すぎる、ボタンの押し合いがきついな。これなんでリバサ出せんの。マップハンツ違ったか。あー焼き栗にすればよかった。
近距離は無謀だな、暴れるのは。うん、どんな盾も突き通る。飛んどけばよかったかな。ジャンプ P 連打してればかすって当たったかもしんないからな。判断が甘かった。よし、じゃあ今日はこんな感じで、もしかしたら他の場所でちょっとまた配信がこうするかもしれないっす。後ほど。ちょっと今日はこれから用があって別の場所でギルティをやるので。